縄文杉の次のセッションは安藤さんによるセッションです。80秒耐久、はい、でよろしくお願いします。あ、タイムご紹介に預かりました、安藤と申します。最近はですね、PHP に関する講演をたくさんやってるんですけども、今日次回予告ということで、次の PHP の耐久の話をしたいと思います。まず、耐久勉強会ですね、最初はケーク PHP の耐久ということで、西川プリンスに、フレームワークの使い方を覚えてもらおうとやってたんですけども、どうやら西川さんはそれ以前にオブジェクト指向が分かってないらしいということが分かりました。でそこで、今度はオブジェクト指向のついての、クラスという、8体を、行いました。そうしたところですね、今度は西川さんどうも自分で自分のサーバーをうまく作れてないらしいということが発覚いたしました。そこで、次にですね、構築のやつと、あと別件でですね、オブジェクト指向を覚えたので PHP ユニットで TDD やりたいっていうリクエストがありまして、それもやりました。で、その構築をやりまして、次はですね、白い画面8体、PHP の画面がなぜ白くなるのかという謎を徹底的に暴いて暴きまくるというのを、西川プリンスの元で、やってみたいと思います。でまあ、姉妹品としましてですね、これは僕は関わってないんですけども、黒い画面勉強会というですね、デザイナーの方向けにシェルの使い方を教える、勉強会というのがございまして、まあ、こちらも合わせて買い勝っていただけばいいのかなと思います。であともう一つですね、ありまして、もう一つの方はですね、この間変数と関数の入門というのはですね、クラスのこう全体出てきたんですけども、どうもそこが厳しいという方もいらっしゃいましたので、変数と関数の8体というのをまた別途やっていきたいと思います。はい、以上、安藤でした。よろしくお願いします。